70式拳銃は1970年頃に朝鮮民主主義人民共和国で開発された小型自動拳銃である。1960年代の朝鮮人民軍では FN ブローニング M1900 を国産化した64式拳銃と中華人民共和国から輸入した64。 式手槍という2種類の小型拳銃が使用されており、70式拳銃はこれらの更新を目的に据えた新型国産拳銃として開発された。70式拳銃は東西冷戦時期の東側諸国において多く見られるソ連製消火器のライセンス生産品ではなく、FN ブローニング M1910 や64式、手槍、ワルサー PPK。 PM など複数の拳銃から気候や特徴を寄せ集め的に取り入れた独自の拳銃となっている。重工付近の形状は PM に類似し、使用弾薬や全体的なサイズは64式手ありや PPK に順じているが、撃発方式は蒸気の拳銃とは異なり、シングルアクションを採用している。引き金の真上にはボタン式の安全装置が配されており、 断層を抜いた状態でスライドを後方に若干ずらす形で保持し、この安全装置の部品を引き抜くことでフレームとスライドを容易に分離できる。グリップパネルは黒い樹脂製のワンピースタイプであり、立体的な星型と光線のレリーフ、滑り止めの縦溝が配されている。また、マガジンキャッチボタンはグリップの底部に配置されているため、断層交換時の速応性は ppk 等と比較して劣っている。弾薬は64式拳銃と同じ。32ACP 弾を使用するが、64式拳銃と同様に、銃本体には7.62と刻印されている。70式拳銃は、朝鮮人民軍における警備要員や士官用として限られた範囲でのみ運用されており、他国への寄与ないし輸出は行われていないとされる。一方で、 士官用のみならず警察の一部で用いられているほか、国外への輸出事例もあるとする文献もある。このように、本銃についての情報は作成しており、1983年にアメリカ国防情報局が作成した報告書の中では、タイプ64ピストルという誤りと思われる表記が使用されている。なお、2015年にはで元不明の70式拳銃が、 アメリカ合衆国で実施された重機オークションに出品されている。ありがとうございます。